こんにちは菅敦子作「ベネツィアの宿」より「礼二街の家」の4回目をお送りします刺繍のある手拭きというのはその後2人で行った店にもなかった夕方のお勤めがあるので教会に行くというラウレッタとは中央郵便局の前で別れ私は久しぶりに サンタクローチェ教会のあたたりを歩いてみようと思った以前研究のための資料を探しに国立図書館に何日か通った時目が疲れると外に出て裏通りを散歩することがあったバッグを作って売っている店やらどんな人間が買うのかと思うくらい古風で重たそうなあまり仕立ての良くない 川のカバンを並べたウィンドウが軒を連ねるこの界わいは観光用のけばけばしさがなくて気持ちが休まった一旦あるののほとりに出てポンテトリニタの端から図書館の少し手前までいかにも高級そうなホテルやブティックがあるかと思うとさびれた宝石店が何軒か並んでいたりする川沿いの道を ゆっくり歩いた水の上には遅い午後の空気が淡いオレンジ色に立ち込めていたキアラがいなくなったことでもともと何かの間違いで崖っぷちに建ててしまった家みたいにどこか座りのよくなかったカロラとグイードの結婚がダメになったのはごく自然な成り行きのような気がしないではなかった。 カロラは画家、グイードは彫刻家で美術学校時代の同級生だった「私たちジャマイカの常連だったのよ」とカロラが言ったことがあるグイードは横で「随分昔のことさ」というふうにニヤニヤしていたジャマイカというのは通常ブレーラと呼ばれるミラノの 国立美術学校のすぐ前にあるいつの頃からかラディカルな連中がたむろするので有名になったカフェの名で60年代にも数えきれないカップルがこのたまり場から生まれ慌ただしく破綻を迎えた例2街のカロラたちの家はミラノでは珍しい一戸建てで私たち夫婦の住まいからさして遠くない 大学都市のすぐそばにあった同じような造作の家が10軒ほど並んだ静かな通りだったが傾斜地に立っているらしく入り口のドアを開けるとすぐ階段になっていてそれを降りたところがさして広くないキッチンと食堂だった。そこから直に出られる 常緑樹が塀に沿って深い緑の枝を広げている小さな庭にはグイードが作ったブランコがあって青や赤や黄色の子供たちの遊び道具がいつも明るい花のようにあらわな地面のあちこちに散らばっていた最小限度に抑えた家具は田舎風で一見質素な印象だったがよく見ると そのどれもが時代もので、それと台所の壁に並んでかかった家族の人数にしてはどれも大きすぎるよく磨いた鍋とがこの家の独特な居心地よさを作り上げていた夫と2人で初めてカロラたちの家に招かれたのは寒い冬の夜だった。 あらかじめ地図を調べたときにはすぐ見つかった通りがその日はなかなか分からなくて私たちは約束の時間にかなり遅れて着いたそれにもかかわらずカロラもグイードも一向そのことを気にしていない様子で汗ばんでドアのベルを鳴らした私たちはかえって拍子抜けしたほどだった当時キアラが7歳ぐらい ルイーザが二三歳。私は最初から子羊のぬいぐるみのようなふんわりした雰囲気のあるキアラに惹かれたがそのことをいち早く感じ取ったまだゴムの乳首を離せないいつも泣いたばかりのように濡れた黒い目のちっちゃなルイーザが大人の女みたいに焼き餅を焼いてむずかった。 今日はここまでといたします。ありがとうございました。